さあ本日は10月の12日火曜日です午後の7時になりましたさあ本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手さあ今日はですねこの後京都検定対策講座がオンラインで開催されます今こちらに 京都検定合格への道と書いたボードが出ておりますけどもこの後京都検定マイスター1級を複数回合格している森さんがこれから応援リーダーとして19時半から京都検定の対策講座をお届けします私も一緒に出まして京都検定のここがポイントそのあたりをこれからたっぷりとこの後解説をしたいと思います皆さんにとっては京都検定 受験される方には大きな目標としてこの秋、まあ、今、階段を皆さん駆け上がっていると思うんですがあの実はオンライン講座でね今日の午前中はこれまたね修学旅行のリモート修学旅行という形でこの楽旅京町屋から関東の学校と結びましてオンラインで京都奈良の歴史や伝統文化を楽しんでいただきました。皆さん今 修学旅行の世界がどんどん変わっているのご存知ですかもちろんこれまでの修学旅行奈良京都と言いますと千年を超える歴史があって仏像庭園美術工芸品などさまざまな場面を京都で直にお寺神社で見るという見る修学旅行が多かったんですがより深い学びを求める 学学習的な修学旅行、まあ、これが今盛んになっていましてね特に今最先端の修学旅行を目指している学校では SDGs 持続可能な開発目標 SDGs をテーマに千年の歴史が育まれた京都ならでどういうところが持続可能なまちづくりであったのかその辺りを探っていく探究型 あの研究を深めていく探求型修学旅行 SDGs が今、進んでいましてね実は先日、私もこの修学旅行向けにこういうね京都 SDGs クイズということで修学旅行の事前学習として関東のある学校様向けにこういうね SDGs を解きながらクイズで楽しく。 それを京都の歴史に当てはめて学んでいくというクイズ大会をしたんですよちょっと皆さんにも1個2個解いてもらいましょうかね多分皆さんはこの辺りはもうすぐわかると思うんですけどね SDGs には水の問題がありますが問題1京都の人々の命を支えた水は A 鴨川桂川などの川の水か B 地下水か どちらが千年の都京都を支えたのか A と思う方は手を挙げて B と思う方は手を下げていきましょうという形で双方向でズームを使いまして、まあ、こういうクイズ大会を通して京都の歴史を学んでいったんですこれ正解は B 地下水京都には豊富な地下水があってその地下水が京都を支えてきたと言っても過言ではないと思うんですねこの辺りをを、ね、解説をしながら SDGs の問題を京都の歴史に当てはめてどう学びを深めていくかその辺りをね実はやってきたんですよ。もう一問ぐらいいきましょうかそうですねあこれいきましょうか問題4京都の工芸品はどちらの形式が多いでしょうか A 専、専業性、B、分業制あ専業性の性がこれ、今急遽作ったんでちょっと間違ったかも、これはね。まあ、とにかく、京都の伝統工芸を作る時に、一人の人が専門的に作るのか、多くの人でその仕事を分け合うのか、そのあたり、京都の伝統工芸はどちらが主流でしょう。 という形で、これなんかも修学旅行に大変こう学びが深まる問題だと思うんですね。正解は B. 分業制でね。いろいろ京都は、例えば西陣織などを見ても。糸を作る人、糸によりをかける人、糸を染める人、旗を織る人。すべてが分業制で、プロからプロへと受け継がれて。一級品の伝統工芸品が出来上がってくるという。 プロとプロが手を結ぶからこそ分業制で素晴らしい作品が出来上がってくるそのあたり仕事を分かち合って社会全体で経済を活性化させる、まあ、そんな SDGs でも見ることができるようなですね観点で学ぶことができるんですね、まあ、こういう形で京都 SDGs クイズを修学旅行向けにやったりしてましてねということで皆さんにも一度この SDGs をぜひ学んでいただきまして京都の歴史をまた違った角度から学んでみませんかということで京都の歴史文化を SDGs で大解剖ということで今週末10月の16日土曜日の夜7時半から9時までオンラインで私と森さんでこの SDGs をひも解きながら京都千年の歴史をひも解いていきますので。 これなななかなかね今ままでにいい切り口だと思います皆さんの新しい何か仕事になるきっかけとかその辺りの1つのきっかけとなるような新しい京都の見方を皆さんにお伝えしたいと思いますのでさっきみたいなねクイズを実は交えながら楽しくね学んでいただきたいと思っておりますのでぜひ皆様ご受講をお待ちしております。質問ですはい、はいい SDGs が全くわからなとう方でも SDGs という言葉すら聞いたことがないという方、ご受講お控えください。嘘です。<laughs> SDGs とは何か、この何の略称なのかとかね、そのあたりから今回は紐解いていきます。国連で採択をされた、2030年までに全世界で目指したい開発目標なんです。そのあたり、誰一人取り残さない、そのような 大きなテーマを持って全世界が今取り組んでいますので知って損することはないと思います。ぜひ皆さん10月の16日土曜日基礎の基礎から皆様にこの SDGs ご紹介しましてそれを京都千年の歴史に当てはめていきたいと思いますのでなぜ京都はそれ長い歴史を育むことができたのかなぜ京都は様々な文化が育まれたのか そのあたり SDGs の観点からも紐解いていきたいと思いますからねぜひ皆様のご受講をお待ちしておりますこの後リンクを貼っておきますのでポチッとクリックをしてぜひご受講お申し込みお待ちしております、はい、さあそしてねこの後も早速ですねこの京都検定の講座が控えていますのでどうしようまだちょっと行けますかパッと引きましょうそれでは行きます 本日はどこへの旅になるでしょうかさあもう早速いきますくじ取引ですいきますよ森さんいきますかはい。では今日はそのままもうもらいますねそれでは行きますくじ改めですまずは私が確認をしまして皆様に一つ二つ三つとヒントを出していきます 皆さんはそのヒントを聞きながら、あそこのお寺かないや、あそこの神社じゃないかななど、ぜひ考えながら聞いていただきたいと思います。ーわっ、おぉ、ー <laughs> 今ね、これの後のズームの準備で、レコーディングを開始しますというね、流暢な英語が流れました。私たちは、くじ改めです。あれ そうやね。分かった。という方は、コメント欄になんとか寺、なんとか神社と書き込んで。さあ、どれぐらい京都知ってるか、腕試しをしていただきたいと思います。それではいきます。九時改めです。いきますよ。おっと。逆さま これが表情筋を鍛えると今大人気の逆さま表情でも分かったっていうのもね表情筋鍛えますよはいなかなかいいの引きましたさあ今日のトークテーマはジャンルで言いますと建物です建築物ただ 建築物なんですがトーク内容としてはほぼその建物で何が行われたかという習わしの方だと思います今日のトークテーマ建築物建物ですが建物自体は今から170年ほど前安政2年1855年に建てられた建物です。 今ちょっとね、数年にかかる修復に入っています。あそこにある、安政2年1855年に建て直された、たくさんの建物のうちの、今修復に入っています。建物全体が修復に入っています。手前側の建物は大きく、白砂の庭が広がり、その大きな建物の 北西にある建物である方が何かのために用いてきた建物なんですこの建物もともとは天皇が日常住まいした建物ですさあ皆さんわかりましたそうなんです今日のトークテーマは京都御所の中にあるあの建物です 正解はこちら清涼殿殿となりますす京都御所清涼殿ですさて京都御所と言いますと一番中心的な正殿として四神殿天皇が国家儀式に臨む即位式や外国の死者を迎えるなど国家儀式を執り行ってきたのが紫神殿。 その紫神殿の北西側に清涼殿という建物がありましてこちらは天皇の日常の住まいとして政務を取っていた場所になるんです清涼殿から儀式の時に紫神殿へまた再び清涼殿へということで清涼殿には天皇の新書寝る場所やお手洗い ご飯をとるところそして政務をとるところなど日常を過ごすためにいくつもの役割ごとに部屋があってその部屋をまとめた建物全体を清涼殿と申します清涼殿は東に向いて大きく間口を開けておりまして東からの風が建物の中に涼やかに流れ込む。 清涼殿の前の庭そこには川竹呉竹という中国に由来する竹が植えられその中にある政務を取る部屋食事をとる部屋奥の方にもさまざま部屋があって用向きごとに使い分けていたということなんです時に貴族たちが参拝をしてその清涼殿で天皇と 国家についての議論を交わしたんでしょうかしかし清涼殿が日常の住まいとはいえ儀式的なことも多くなって非常に窮屈ということで今から400年前豊臣秀吉公京都御所の改築の折に天皇の日常の住まいをさらに奥のおつね御殿という新たな御殿を作りましてそちらの方が日常に変わってきたということなんです。 現在はこの京都御所の四神殿北西側に清涼殿があって今、大きく覆いがかかって修復に入りましたまだ数年はかかるんじゃないかなと思いますこの清涼殿が京都御所の参拝拝観の時に一番こう見応えがあると言いますかね部屋の中にいろんなこう家具調度品があったり 年中行事商事といいまして1月1日から12月31日までさまざまな年中行事これほど宮中では国民の安寧国家の安泰のためにさまざまな儀式が執り行われているのかと分かるほどのたくさんの年中行事がしたためられたついたて年中行事商事というものが残ったりしてるんです。そのあたりもこと細かに 清涼殿の前まで行って見れますのでまた修復が終わるのを心待ちにして皆様御所三冠乗りにはこの清涼殿天皇の日常の住まいでありさまざまな国家の話し合いが行われた御所の中でも中心的な建築物になりますのでその素晴らしい建築と歴史を肌で触れていただきたいと思います。とということで本日のトーークテーマ 清涼伝でしたほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日のトークはここまでとなりますさあそれでは最後になりますが心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくくりますさあ皆さん 合言葉は、きっと、もっと、京都を好きになる。この好きになるというところ皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、今日も京都からたくさんの元気をお届けします。皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それでは行きます。きっと、 もっと京都を好きなる森さんがかなり完コピをしているという噂が飛んできております。ということで、本日は午後7時からお届けしました、楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へ、明日は午後の3時、15時に戻しまして、お昼間の楽旅京町屋からお届けしたいと思います。 それでは本日もご視聴ありがとうございました。さあ、この後約10分後、京都検定の対策講座を行いたいと思います。もう千本ノックで打ちひしがれている人もいると思います。もう立ち上がる力がない人もいるかもしれませんけれども、これからの90分、もう一度皆さんにエネルギーを吹き込んで、京都検定合格への切符を勝ち取りたいと思いますので、ぜひこの後10分後、 受講されている皆様、再び今度はズームでお会いしたいと思います。それではありがとうございました。ポチッと消していきまーす。